アドベンチャーロード。こんばんは。私は吉井美香、16歳、高校生です。今、私がどこにいるかわかる？カンヌです。南フランスの映画祭で有名なカンヌ。その映画祭が始まる日に事件は起こったのです。森脇道原作、下川博史脚色、少女探偵に明日はない、第1回。ここは映画祭のメイン会場のシティホール前。たくさんの人、着飾ったスターたちが次々とホールに吸い込まれていきます。パーパー、お願い。なんだ。私もね、中に入りたい。オープニングセレモニー見たいな。ああ、ここまでだ。中には入場券がなくては入れない。パパの分しかないんだから。ねえ、パパの顔でさ、裏から入れない？裏口から入れるのはどこかの国の大学だけだよ。私の父親は外国映画を買って日本に輸入する仕事をフリーでしてるの。でもね、想像するほどね、かっこいい仕事じゃないの。さあさあ、帰りなさい。ち、残念だな。へい、よし。よー、これはどうも。私、びっくり。フランスを代表する人気スター、ミッシェル・フィリップだったの。胸に赤いバラをつけていたわ。後になって分かったんだけど、このバラこそミッシェルの悲劇の象徴だったのです。よし、この可愛いお嬢さんは恋人？まあそんなとこですか。娘です。はじめまして、マドマゼ。はじめまして、ミッシェル。あの、父とは友達なんですか？ええ、一昨日からね。一昨日から？君のお父さんに僕の新作映画を買ってもらうことになったんだ。じゃあ、ボンボヤージュを？ええ、そうですよ。すごいじゃないの、パパ。見直したわ。まあね。ミッシェルの新作映画ボンボヤージュは評判が良くて、映画祭でグランプリの本命と噂されていたのです。予想が当たると思う？お嬢さん。思うわ、絶対。ありがとう。オープニングセレモニーのすぐ後にボンボヤージュが上映されるんだ。見たいな。ぜひ見てください。それがね、娘は入場券を持っていなくてね。何、僕の顔で裏から入れてあげるよ。やった。ボンボヤージュはアルジェリア戦争を描いた戦争映画なの。終わりの戦闘場面の激しさには時も抜かれたわ。ありがとうございました。ありがとうございました。私、ボンボヤージュのプロデューサーのレイモン・バレリーです。パパ、あの人ともお友達？いや、これからだ。ではここで本日の主役をご紹介します。今客席におりますので、ステージに上がってもらいましょう。ボンボヤージュを企画し、主演し、監督した我らがミッシェル・フィリップ、盛大な拍手をお迎えください。立ち上がらないわね。照れてるんだろう、きっと。スターが照れるもんですか。さあ、もっと拍手を。
どうしました？ミッシェルが倒れてる。救急車だ。こらえた。今彼に死なれたらこっちは挟んだ。挟んで？ちょっとお父さんどこ行くの？お前はここにいなさい。全然見えない。ねえ君。え、何ですか？人の肩に勝手に捕まらないでくれないか？ごめんなさい。私背が小さいからよく見えなくて。何にも起こってないよ。今医者がミシェルを見てるだけさ。え、この目で見たいわ。ねえ肩借りていい？どうぞ。もう見えない。ねえ お願いがあるんですけど。何？私を抱き上げてくれませんか？それはちょっとズーズーしいと思わない？思います。じゃあせめて実況中継してください。今ミシェルは担架に乗せられたよ。それから？ねそれから？ミシェルは病院に運ばれて死にました。心臓麻痺だったんですって。そしてミシェルの死は台風となって我が家を直撃したんです。破滅よ、我が家は破滅だわ。私の愛する母です。パパはどうかしてるわよ。ねえ本当にプロデューサーのレーモンのサインなしでミシェルと契約を交わしたの？お金払っちゃったの？そうだ。プロデューサーのサインのない契約書は無効だって。あなた素人じゃないのよ。百も承知のはずでしょ。おかしいとは思ったんだよ。でもミシェルはレイモンの許しはなくてサインはいらないとはっきり言ったんだ。それ以上あれこれ聞けるもんか。ボンボヤージュは近来稀に見る傑作だし日本でも必ずヒットする。早く手を打たないと。パパ、ミシェルにはいくら払ったの？20万フラン。私たちの全財産なのよ。まあまあ落ち着いて。落ち着いていたいわよ。せっかくフランスの暮らしにも慣れてきたのに。まあこのままじゃ日本にだって帰れやしないわよ。ねえパパ、レモンと話をしてきたんでしょ？ああ、二言三言ね。たった二言三言で済むことなの？ミシェルが死んで先方だっててんやわんやの最中なんだぞ。腰を落ち着けた話なんぞできると思うのか？もうやめてよ。レモンは何て言ったのよ。パパ、契約はやっぱり無効なの？ああ、パパなんか問題会社。大手の会社にボンボヤージの日本での配給権は売るつもりだそうだ。それから？ミシェルの遺品から今このパパの持ってる契約書と同じ契約書が出てくるんだったら金は返すとさ。あ、なんだ、お金が返ってくるんなら大騒ぎしなくたっていいじゃない。返ってくるならね。来るわよ。ミシェルは契約書を持ってるに決まってるんじゃない？分かってないね、ミカは。じゃあ分かるように説明してよ。ミシェルは死んじゃったんだ。レモンが契約書を探してみたけど見当たらないって言ったらそれまでさ、お金は戻ってこないんだよ。なるほど。ねえ、レーモンってそういう人だったの？ああ、金にシビアなことじゃ評判なんだ。出すもんは自分の下や洗濯物だって出したからなやつだ。まして金だ。一旦自分の懐に入ったんだぞ。だけど、それはミシェルのお金じゃないの？レーモンがミシェルの財産を管理してるんだよ。いや、レーモンは金は出さないね。これは受け合ってもいい。あなた人事じゃないのよ。そうだ、人事じゃないんだよ。パパ、裁判に訴えたら？結論が出るまで何年もかかるんだぞ。その間に親子3人日干しですよ。第一、弁護士を雇う金はどうするんだ？明日のパンを買うお金だって危ないのよ。パンが買えなきゃケーキを買えばいいじゃないか。笑わせないでよ。パンが買えなくてどうやってケーキが買えるのよ。バカかお前は。私はユーモアのつもりで言ったんだぞ。ユーモアには聞こえませんでしたよ。私、あなたの責任逃れと聞きました。ユーモアだよ。いいえ、責任逃れ。ユーモア。いいえ、責任逃れ。困ったもんよ。パパとママはいつもこんな調子なの。私が何とかしなきゃとは言うものの、どうすればいいのかいい知恵も浮かばず、ミカは公園のベンチに腰掛けてぼんやりとするばかりでした。ピザはいかが？いや、どうしたの？浮かない顔して。返事くらいしたら。どこのどなたか知りませんが考え事してるの。だからあっちに行って。
獅子。冷たいね。肩を貸して実況中継までしてあげたじゃないか。え？あ、思い出した。いや、懐かしいわ。懐かしむほど昔のことじゃないぜ。今私がそれほど不幸だってことよ。あなたの名前は？フランソワさ。君は？ミカ。俺の売ってるピザね、ジャコモってカンヌじゃ知られたブランドのピザなんだ。食べない？私、パンも買えない貧しい家の少女なの。セールスしても無駄よ。俺のおごりだよ。おごりだなんて偉そうに。あなただって貧しい屋台のピザ売りじゃないの。家にはお腹を空かした弟や妹がピーピーと泣いてあなたの帰りを待ってるんでしょ。俺はジャコモの後取りさ。屋台は修行のためにやってるんだ。お坊ちゃまなんだ。本当に？あ、だから遠慮するね。いや、ありがとう。あ、熱い。どう？美味しいだ。うん。あ、親切なのね、あーって。で、何悩んでんの？そこで私は一部始終を親切なピザ屋のフランソワに打ち明けたんです。わかった。要するにレーモンからお金を取り戻したいの。でもその方法がわからないって言うんだろ。知恵貸してくれる？いいよ。本当にいいの？肩貸すのとわけが違うのよ。いいんだ、実はこっちも。わかった。レーモンにジャコモを乗っ取られそうなのね。考えすぎだよ。じゃあ何なの？俺、死んだミシェルのファンだった。これからって時に本人も心残りだったと思うんだ。だから？実は俺、関心があるのはミシェルの死なんだ。心臓麻痺じゃなかったっていうの？そうらしい。殺されたっていうの？あ、誰に？ね、なぜ？どうやって殺されたの？今の出演、ミカ、富田康子。ミカの父、塚本信夫。ミカの母、サツキハルコ。レイモン、小林克也。ミッシェル、ソウ・ヒデノリ。他に田中信夫、田原正春。そしてフランソは塩沢兼人でした。アドベンチャーロード少女探偵に明日はない第1回を終わります。